AXN で始まったドラマ、チャイルズ・フッツ・エンドがめちゃくちゃ面白いです。僕はあまり詳しくないのですが、SF 界では有名な作品だとか、SF に詳しい岡田さんからこの作品に対する話を聞きたいです。えー、僕ね、あの、見てないんです、A、あの、AXN チャンネル契約してないんで見てないんですけども、チャイルズ・フッツ・エンドということは、アーサー・シー・クラックの4年期の終わりってやつですね。それのドラマ化だと思います。 で4年期の終わりは、まあ、原作自体がすごいドラマ化しやすいっていうのかなあの群像劇としてできてるんですね今のアメリカのドラマにしやすいやつですしあとミステリー的なところもあるしまあ宇宙人に出てきてですね彼らの本当の目的は何かっていうことでスティーブン・キングのドームがドラマ化された時に原作のドームから外れつつも一応そのドームのコンセプトは守りながらできたのと同じように原作がありながらもねかなりね原作読んだらわかるんですけど逸脱しても大丈夫な話なんですねっていうのは 原作としては絶対抑えなきゃいけない例えば地球にやってきたオーバーロードという宇宙人の正体は何なのかとか彼らの目的は何なのかこれから先幼年期の終わりというのはつまり地球人類がこれまで幼稚園児みたいなものがいよいよ宇宙の中の成人として扱われるようになってくるじゃあそこで何が起こるのかっていうのを書くんですけどもこれはね引き延ばそうと思ったらいくらでも引き延ばせるんですね。でクラークの原作自体が割とあらすじっぽいお話。 なので,です、ね、面白いいいとと思思まますす。ので、僕も見ようと思いますでこれが成功したらですね2001年うちの旅っていうのが多分ドラマになるんじゃないのかなあのクラークの原作自体がクラークという人は文学性はあるはあるんだけども各キャラクターに魅力がないって言われたんですよねアークラクタークと作家それはなんかそのアシモフ・クラーク・ハインラインって SF のですねご三家というのがあるんですけど全員特徴があるんですよ例えばハインラインロバート・ハインラインという作家はキャラクターはすごい強いんですよねでストーリーもあるんですけども 衝撃を描くのが割と下手なんですよ。で、アーサーシークラークっていうのはアイデアが抜群にいいんですよね。で、アイデアが抜群に良くて群像は描けるんですけど、魅力的なキャラクターというのは誰一人生み出せないんですよ。で、アイザックアシモフっていうですね。その作家はもともとミステリーを描いてたのでですね。お話のストーリーテリングが上手いんだけども、やっぱキャラクターを立てるのが上手くないと。 この中でですね、実はテレビドラマに誰が一番向いてるのかというと、今のテレビドラマですよ。いわゆるウォーキング・デッド系とかですね、あとドームとか、そういう系のアメリカのドラマで一番向いてるのが僕はクラークだと思うんですよね。逆にこれまでの魅力的なキャラクターを生み出せなかったっていうのはテレビ側の脚本家が頑張ればいい話であって、それよりは群像劇メインでアイデアが秀逸な作品っていうのはすごく今のアメリカのドラマ作り、 ぴったり合致しててるとと思ううんですね。ちょっと見てみようかなでこれが成功すればさっきも言ったように2001年「宇宙の旅」もそうですしでその他にもですね「楽園の泉」とかですねあとはいろんなクラークの作品ですねがですね映画化されるんじゃないかな「地球帝国」とかですねなんか結構面白い作品があって予算そこそこ少なくてもで,す、ね、できそうなものもあるんで期待してるは期待してるんですけどね。 難しいですね。いや、なんでかって、宇宙のランデブっていうのは、えー、はるか宇宙の彼方からですね、巨大な宇宙船がやってきて、それに乗り込んで24時間だけ観察できて帰ってくるっていう話なんですけども、もしこれをやったら、テラフォーマー並みにですね、少ない人数が全部 CG のところに行ってですね、何かこう、<laughs> わーって言って帰るっていう話になっちゃうだけなんでですね、あんまりドラマに向いてないんじゃないのかな。 2001年うちの旅っていうのは、まあ、全てにおいてかっこよくてですね、まあ、予言的だったというふうによく言われもう本当に戦日目めて言えば進化の果てにどっちが生き残るかは殺し合って決めてくださいっていうそういうですね2001年うちの旅にももちろんですねいくつかミスがあります。宇宙服の色色が銀色なんですよ。 岡田さんがこれぞ SF という2001年宇宙の旅よりも個人的にはインターステラーの方が SF の真髄をついてると思っています。岡田さんにぜひこの映画の考察をやってほしいです。はい。わー、わかるんですよ。インターステラーが SF の真髄っていうのは、まあメッセージという映画は SF の真髄などと同じなんですけどもですね、僕のとしてはですね、2001年宇宙の旅の方が SF のど真ん中だと思ってるんですね。でそれはなんでかっていうと、 インターステラーにしてもメッセージにしてもですね現在の我々では理解不可能なもしくは現実化不可能な技術をベースにしてるんですね例えばインターステラーだったらですね超高速候補っていうのが当たり前に出てくるんですよでもあれって未だに技術的に全く何の予想もついてないことなんですよ 2001年宇宙の旅っていうのは何がすごいのかっていうとそういう技術的に全く分からないことを一切入れてないんですね。一切入れずに今のテクノロジーで数十年後に可能なことのみで作っているっていうですねまあそういうのを僕はソリッドなって呼んでるんですけども大変ですねガチガチに厳しいルールの範囲の中で面白いことをやろうとしてるんですね。だからメッセージもまあそれに近いで言えば近いんですね地球人の技術は全部分かるものしか使ってないんだけどもでもその の異星人の技術もですね、そのうーんメッセージね本当にね僕として見ればだから2001の富の旅がもうあれはガチガチ SF でその次にすげえのがメッセージでインターステラーってり割と言い方悪いけどスペースオペラをハード SF の表現でやってるやつなんですやってることはスペースオペラなんですやってることはトップを狙いなわけですよなのでその SF アニメみたいなことをガチガチの 絵作りでハリウッドスターが本気の演技でやっているというところがインターステラーの面白いところででも内容的思想的な SF 度でいうと2001年とかメッセージの方がう上なんじゃないかなこれ SF として上ということで映画としての上という意味ではインターステラーなのかないや,やっぱ俺2001年だなまあまあこんな悩みが悩みがっていうのもあれですけどいろいろ考えております。2001年のの旅っていううは、もう本当に先日目て言えば 進化の果てにどっちが生き残るかは殺し合って決めてくださいっていう歴史上初めてのデスゲームものなんですよね。2001年っていろんなね、おかずが多いからよくわからなくなってるんですけども、お話全体としてはすごいシンプルで、神様は猿に知恵を与える。猿に知恵を与えたらどうなるのかっていうと、水飲み場を巡って同じ猿を殴り殺すという事件が起こる。知恵で得たものは まあ豚の大腿骨ですねそれで他の猿を殺すわけですねでこから進化というのが始まるとそれまで殺し合うということを知らなかったヒトザル類人猿は生き物を殺すことを覚え急に高タンパクの食事を取ることができておかげで体が巨大化してでっかい脳を維持するだけの栄養が回ってっていうことになるわけですこれがその2001年宇宙の旅の一番最初の取っかかりです。 で次にどうなるのかっていうとその知恵を得た人類はですね宇宙船ディスカバリー号を作って神様に会いに行くわけですねところが神様に会いに行く途中で船内の人工知能 AI のですね春休戦っていうのがですね人間に対して反乱を起こすと。 春9000から戦いを挑まれて結局人間はその春9000を殺すとこれはあの春9000のメモリーコアに入っていくシーンですけどもデビッド・ボーマン船長で船長がボーマン船長が春の中に入って脳死術を行って事実上の脳死に追い込んでしまうんですねこれで殺しちゃうと。つまり2001年っていうのは猿に知恵を与えて生き残らせると強いやつ殺すやつを生き残させると次に人類は人工知能を生んだと。 じゃ、あ人工知能と人類とがどちらが進化上優れている生き物なのかっていう競争をさせられて、結局最後は人工知能。人間が殺すことによって、神様に会う権利を得たと神様に会う権利を得て、人間は次の段階に進化させてもらうっていうのが、2001年の大きいプロットなんですよね。 なんかすごいね、変な話なんですよ、実際に2001年宇宙の旅っていうのは。殺し合って勝たなければ、ですね神様に認めてもらえないんですね。だから、コベナントに出てくるアンドロイドのデビットは、人間を殺す必要があったと。2001年宇宙の旅の、さっきも言った通り、ですねデビット・ボーマン船長って、同じデビットですを、ね、名前を持つアンドロイドが、今度は人間を殺して、次の進化のステージに行くっていうのが、 コベナントで語られてる大きいプロットなんですねだからあれあ、2001年をやりたいのかっていう流れが見えないと何の映画か全く分かんないんですよこれをですね あんまり2001年ってパン使いたくないから、リドスコは SF 映画で好きなのは2001年ですっていうのを言わなくなっちゃったんですよね。これ言っちゃったら、こっから先のブレードランナーも、いわゆるエイリアンコメナートシリーズの連続、次のエイリアンアウェイクニングですから、それもですね、すべてネタバレしちゃうんですよ。 ちなみにですね、2001のうちのため、さっきのあの映画ですね、を撮ったですね、スタンリー・キューブリックは死ぬ前に、まあ最後の映画として AI っていうのを作ろうとしてたんですね。AI 結局完成できずに、スティーブン・スピルバーグに任せてスピルバーグが作ったんですけども、AI っていうのはどんな映画かっていうと、富士の病の息子、植物状態でも寝たきりの息子っていうのを持ってる母親がですね、すごい悲しんでると。で、そこに子供型のロボットは与えられるって話なんですけど、このロボットの名前も デビットなんですよだから本当に実はね繋がってるんですよね。<laughs> なんでそういうふうになってるのかってやつ。神様は人間を作った。でところが作った人間に対して神様は無関心。 この2つが全ての作品に流れている大きいテーマです。デビット、AI という映画の中で、デビット少年、少年ロボットですね、は母親をものすごく愛するんですけれども、ところが息子がですね、病気から治って植物人間から覚めた瞬間に、母親はですね、そのデビットを疎ましく思って森の中へ捨ててしまうんですね。つまり、作ったものに対して徹底的に無関心。 なんですね神様は人を作るんだけどもところが神様は作った後で無関心だというようなことで日本人からしたらですね神様は人を作ったその後無関心なほっといてくれるんだああじゃあ俺たちは好きに生きていいんだみたいな感じなんですけども西洋人にとってキリスト教の人ですかねにとってはなかなかそうはいかなくてですねちなみに AI という映画の中でデビッド少年ロボットはですね母親を待ち続けてですねでついに水没したニューヨークのコニーアイランドの女神像っていうのを見 つけてそれにずっとお母さんにもう一度会えますように会えますようにというふうに祈って2,000年間祈った結果人類は滅びてしまってですねデビットより進化した AI のもう究極のロボット生命みたいなのがですねデビットに偽りな母親っていうバーチャル体験を味わされるというのがラストシーンになってます。まあ、こんな感じですよね デビッド少年がですね氷漬けの中で2,000年後に目が覚めるともう不思議な存在になって人類というのを見たことがない AI っていうのが現れるんですよでこの人類というのを見たことがない AI っていうのがデビッド少年をすごい大事にするんですねでこの大事にする理由が僕らからしたら自分たちのご先祖様みたいなロボットだから大事にするっていうふうに思うんですけど違うんですよね。ここののの未来の AI たたちといい。うのは、人類を見たことがない つまり、自分たちを生み出した人類が神様なんですよ。その神様の存在を確信できない AI なんですね。神様の存在というのが、あるだろうっていう記憶だけはあるんだけど、見たことがない。ところが、その神様に対して、強い信仰心を持っているというのを見たら、それはもう十字軍の人たちを見ているキリスト教みたいなもんなんですよ、ね。ここには、強い信仰で神の存在を知っ ている、確信しているものがあって神様の存在を噂でしか知らないものがいるっていうこの現代の宗教事情とそっくりの状態が来てくるんですよなので神様と対話できなくなった人は祈りながら脳内で神の国を作ったり神の言葉っていうのを妄想する待つしかできないっていう、まあ、そのマーティンス・スコセッシの沈黙にも通じるテーマがここで現れるんですねキューブリックのすごい皮肉であり強烈なメッセージだと思います。 2001年宇宙の旅に出てきたデビッド・ボーマン神様に会おうとして AI を殺すやつですね AI に出てくるこのデビッド少年ですかであと「エイリアン」シリーズのアンドロイドデビッドっていう3人のデビッドが神様に会いたがってる状況なんですねアンドロイドになんでねわざわざデビッドって名前を付けたかっていうことでもうリドリー・スコットがここから先やろうとしていることはここに流れていくんですよぶぶっちゃけ ほ、多分、リドリー・スコットは、キューブリックがスピルバーグを指名したことが悲しくてしょうがないわけですね。<laughs> ちょっと待ってよと。そのネタだったら俺の方が。<laughs> と思ってるのに、自分よりはるかに若いス,タあのスピルバーグがあんなにね、好きな、S、映画は2001のうちの旅だと言っている同じイギリスに住んでいるスタンリー・キューブリックが自分の後継者として天才少年監督スピルバーグを選んでしまったっていうのが、まあ悲しくて悔しくてっていうあたりですよね。で、こんなんね、もう偶然なはずがないんですよ、えー。新しいポスターのデザインがこれですよね。 まあ、なかなかかっこいいですね。えー、実際はこの足なくて、まあ本当はここまでなんですけども、これをまあデジタルでちょっとこう伸ばしてポスター風にしてるというデザインなんですけどもですね。えー、実際昔のポスターがこっちですね。 こちら側にある、これがあの昔のですね、2001年うちの旅の、まあ、ラルフ・マッカリーっていうですね、あの、スターウォーズとかでもコンセプトデザインやった人のですね、書いたポスターです。僕はあの、こっちのバージョンがすごく好きなんですけど、新しい白いやつもなかなかいいなと思ってですね、ただこっちのポスター売ってないんですけどもですね、今日はそれの話をしようと思いますで、2001年うちの旅っていうのは、まあ、すべてにおいてかっこよくてですね、まあ、予言的だったというふうによく言われ、 僕もそう思うんですけども、まあ、そういうですね、20001年宇宙のためにももちろんですね、あのミスがあります。いくつかミスがあります。で、例えばそのミスっていうのは、まあよく言われるですね、宇宙食をストローで飲んでる時にストローの中の水位が下がるとか、そういう細かいツッコミじゃないですね。もっと本質的に、別にあの宇宙食ストローで液体なりなくてもよかったねっていうかですね、ちょうどその、あの当時の宇宙食っていうのは、宇宙で人間が物を食べて本当に飲み込めるかどうかっていうのが、 すごいなんかこう怪しかった時代なんですね。だからディスカバリー号の中では人工重力、いわゆる遠心力による疑似重力があるので、 ボーマンとプールはですね、飯を食ってるんですけどもですね、あのフロイド博士がですね、スペースシャトルで移動するシーンは無重力なのでですね、えー、本当に食べれるかどうかわかんないので、液体をこすという描写になっているんですね。ただまあ、それは後になんか人間普通に物が食べれるのがわかったと。今では宇宙ステーションの中でラーメン食べてるぐらいですから。あと、まあ、あの、大きいのがですね、2001年の、本当の2001年にはですね、あの、途中であの宇宙船に出てくるパンナムはですね、もう遠く 倒産してなななないっていうです、ね、なかなかショッキングなミスがあるんですけども。ただ最大の計算違いっていうのはこういう細かいツッコミじゃなくてですね、ここだったんですね。これあの月のクラビウス基地からですね、発信するムーンバスの中でフロイド博士とかが サンドイッチ食うシーンなんですけども、サンドイッチ食って。その下はですね、えー、ティコクレーターの中に入ってるシーン。これあの、珍しいですねあの、スタジオショットですね。スタッフたちが映ってて、宇宙服着た俳優さんが映ってますけども。ここなんですけども、宇宙服の色が銀色なんですよ。これはね、あの、まあ、銀色なところに注目してほしいんですけども、これは撮影中にですね、あの、進んでいた、ちょうどマーキュリー計画からジェミニー計画の宇宙計画に、 映った頃、その時代の宇宙服を反映してるんですね。で、これがさっき持ってきた GI ジョーの着ている服のですね、宇宙服のですね、フィギュアです。マーキュリーアストロノートって書いてるんですけども、わかりますか完全にあの銀色なんですね。で、このマーキュリー計画からジェミニ計画の頃までの宇宙服っていうのはですね、 本当に銀色だったんですね、実物も。なので、えー、このフィギュア、GI 状用のフィギュアもですね、完全に銀で作られてます。おそらく中の顔のイメージはですね、 えー、ミスター宇宙飛行士こと、最も有名な宇宙飛行士のジョン・グレンではないかと思うんですけども、ところがですね、これが2001年宇宙の旅を公開された1968年になったら、ね、もう変わっちゃって、これあのバズ・オルドリンっていうですね、あのトイストーリーのバズ・ライトイヤーのモデルになった人なんですけども、その人が着ていた宇宙服のフィギュアです。で、これを見るとよりしょ、バリバリ言うね。わかる通りですね、あの白なんですね。 バズオドリ、あの装備とかも一式丸々ついてるんですけども、こう真っ白なんですよ。この差がですね、あの実はミスっていうのかな。キューブリック実は宇宙服っていうのが銀色だというふうに思い込んでたんですけども、実際は白いと。じゃあなんでこんなことになったのかですね。これ宇宙のイメージが銀色から白にちょうど変わったのが、 2001宇宙の旅を作っている1964年から66、7年あたりの、まあ、大きな変化だったんですよ。で、それまで宇宙のイメージっていうのは銀色で、例えばそのハリウッド製の SF 映画でもですね、ロケットは必ず銀だったんです。ところが、NASA をですね、実際に取材していたスタンリー・キューブリック監督はですね、ある日ロケットの色がですね、あの、白に変わっていることに気がついたんですね。これですね、マーキュリーのカプセルを打ち上げるためのアトラスロケットです。銀色です。ところが、ジェミニ 宇宙船を打ち上げるためのですね、タイタンロケットはですね、完全にこれ白なんですよね。まあ一部まだ銀が残ってるんですけど、こ銀色から白に変わってきたんですよ。で、これはあの塗料の性能が進んだと。塗料の性能が進むって言っても宇宙空間だったら塗料の分だけでも重いのが損なので、 あの、無地の銀で行こうと思ったんですけども、ところがですね、その、えー、宇宙船っていうのの構造、外側がですね、金属だけでなくて、例えば、体験に突入するカプセルは、裏の方が有罪って言って、溶ける材料だから、まあ、ポリエステルみたいなものを塗らなきゃいけないと。で、表面もセラミックやらプラスチックやら、いろんな複合材料で、まあ、宇宙空間から宇宙飛行士を守ろうとしてるのですね。どうもそれまで考えて、 られていた銀色のステンレスもしくはアルミニウムの金属製の宇宙船っていうものから徐々に徐々に表面の一部プラスチックの方がいいんじゃないのかっていう風な時代に変わりつつあった時代だから宇宙船の色が白になってたんですねこの未来とか宇宙のイメージが銀から白になるっていうのがかなり革新的であのびっくりしたキューブリックはですねすでに かなりのミニチュアですね。宇宙船とかが完成してたんですけど、それの色はやっぱり銀色だったんですよ。2 0 0 1円値のために登場するはずだった宇宙船っていうのは。その銀色のやつをすべてもう塗り替えて、とりあえず真っ白に塗れというふうに言ったので、2 0 0の円値のために出てくる。 宇宙船っていうのがもうほとんど白になってるんですよね。だからそういう理由でですね、宇宙船が白になっていたと。で、同じ頃にですね、作られたテレビドラマのスタートレックでも宇宙船エンタープライズ号って真っ白なんですよ。で、エンタープライズ号以前のテレビシリーズンに出てくる宇宙船ロケットっていうのは、大体いい銀なんですね。本当に銀なのが、もう一夜にしてと言っても、あの、言っても大げさでないぐらいですね、その2001年を作ってる最中、で、スタートレックの企画が進んでる最中に真っ白になっちゃったんですね。 これ何かというと、第二次大戦の頃の未来っていうのは、イメージはその未来は鋼鉄でできている、スチールでできていると。つまり、銀色が世界を征服するっていうイメージだったんですね。あの、B29 もですね、ジュラルミンに輝いてますし、あとはあの、P51 ムスタング戦闘機っていうですね、アメリカを代表するような戦闘機、第二次大戦を勝利に導いた戦闘機もですね、無塗装の銀色なんですよ。で、まあ、あの、今、コメントでも流れたんですけど、そうなんですよ、あの、ウルトラマンも体が銀色で、 ウルトラマンと一緒に戦うカー特独隊のジェットビートルも銀色でしょう。銀こそが未来、銀こそが宇宙を象徴するような色だったんですね。ところがですね、60年代に入ってプラスチックの時代がやってくると。あの、1967年にですね、ダスティン・ホフマンが主演の卒業という映画が作られるんですけど、この卒業という映画で主人公ベンはですね、エリートの大学を出てですね、パーティーで有力な人にですね、まあ声をかけられるんですね。 で主人公、ベン、ダスティン・ホフマンの本当にデビュー作みたいなもんなんですけど、すごいですね、こうなんかこう、落ち込んでてですね、俺は大学を卒業して何するんだろう人生って何だろう生きていくって何だろうとかなり哲学的な悩みを持っている時にですね、ふと、ものすごい賢そうな老人から話しかけられて、ベン、俺の話を聞け、俺の目を見ろと。お前は人生が何か知ってるのかこの世界が何か知ってるのかこの世界で一番大切なものを知ってるのかって言われ。 で、ベンは、あ、やっと話が通じる人に声をかけられた。この賢そうな老人の話を聞こうと思って、老人の目を見て、教えてくださいっていうふうに問いかけると、その老人が、ちょっと笑って、プラスチックだよ。覚えておけベン。これからはプラスチックだ。お父さんにも言ってくれ。プラスチックに投資してくれ。っていうふうに言って去っていくんですね。で、ベンはすごいがっかりするっていう。これ、この時代にやっぱりね、あった世界なんですよ。それまでのその、 力強い鉄のイメージから、軽薄って言ったら何なんですけれども、軽くて安くて簡単で、いくらでも生産できる。 プラスチックの世界変わっていったと。モーターショーで発表されるコンセプトカーとか新車も19、1962、3年ぐらいまではもう本当に見事に銀色だったんですね。ところが64、5年あたりぐらいからですね、コンセプトカーにしてもですね、あと新車にしてもですね、白で塗装されることが多くなっていった。で、日本ではですね、70年代に入ってから、いろんな色の車が発売されるためにちょっとずつ色変わったんですけど、最後は80年代に向かってどんどんどん,どん白に統一されていったと。 未来っていうのがですね、その、まあ、無難な白か、もしくは、プラスチックカラーっていうふうに言われる発色の良いカラフルな色に変わっていった。未来っていうのは銀色のものだったものから、白とかプラスチック色に変わっていったのが、60年代の半ばからの変化です。で、話戻りますけどもですね、スタンリー・キューブリックはですね、これで宇宙服とかですね、宇宙船の色を大急ぎで修正したんですけども、ところが、この月面のシーンですね、このクラビウス基地のシーンはですね、 かなり最初の方に撮っちゃったんですよ。で、最初の方で撮っちゃったのでですね、えー、間に合わずですね、これ撮影が、あの、冒頭のアフリカのシーンの次がもうこの月面のシーンだったんですね。もう、あの、撮ってしまったんですね。なので、まあ、修正できなかったと。あともう一つですね、まさかキューブリック、本当にその60年代のうちに人類がアメリカに行けるとはちょっと信じてなかったそうです。なので、 本当は2001年宇宙の旅行って冒頭20分ぐらい14、5人のですね、インタビュー映像が入るはずだった。その14、5人ってのはどんなメンバーかっていうと、まあ、天文学者、生物学者、あと宗教家、哲学者、世界中のその超一流の人たちにですね、インタビューで語らせてるんですけど、それの内容が、あの、嘘っぽく聞こえるかもわかりませんけども、月に行くことは可能ですとか、 宇宙空間にこれから人類は行くことになるでしょうとかですね。宇宙には人間以外に生命がいるかもしれませんとか。宇宙にいる生命はひょっとしたら人間と同じぐらいか、ひょっとしたら人間を超えるぐらいの知性を持ってるかもわかりませんっていう。そんなの当たり前だと今僕らは思うんですけど、ところが1960年代前半のアメリカ人にしても世界中の人にしても、それはまあおとぎ話の世界でしょぐらいだったんですね。なので、 20分にわたっていろんな人の超一流な学者さんとかですね、宗教家哲学者たちが、なんかこうインタビューで答えてリアリティを与えないと2001の宇宙の旅という映画は成立しないと思ったんですよ。ところが、その、キューブリックは映画を作っている間にもですね、宇宙開発競争がどん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 激しくなってきて、人々は日常生活で宇宙のニュースを見るようになって、この20分丸々いらないわと思ってバッサリ切ることができた。と同時に、 自分が見せようとしている宇宙っていうのがまだ銀色でイメージが古くなりつつあると。これはやばいと思ってですね。あの、スタンリー・キューブリックは宇宙服にしてもですね。あとあの、宇宙船にしても、どんどん白またはプラスチックの殻に振っていったわけですね。